はい、おはようございます。本日もよろしくお願いします。本日紹介したいアイテムはこちらになります。はい、ちょっと見てもらったんですけど、今回はグラミチから、水陸両用の、ドリフトスイムショーツということで、紹介させてもらったんですけど、アウトドアに適してるというか、もう水場そういうとこ遊びに行くんであればもうそのまま水の中行っちゃってもらっていいパンツなんで、そういった外での活動多い方には非常におすすめしたいパンツかなと思います。非常にドライな素材になってますので、めちゃくちゃ乾きやすい。濡れたとしても乾く速度が速いので、非常に一日快適に履けるショートパンツになります。履いた感想なんですけど、一応 L と XL を僕は履いてみたんですが、とにかく軽い、めちゃくちゃ軽いので履き心地、動きがものすごくいいので一日楽に履けるかなという感想です。丈は短めなんやけど、横の太さがちょっと太めな部類に入るかなと思います。ある程度の太さあるんですけど、丈が短めなので非常に動きやすい、プラスこの速乾性のある素材なので、多少濡れたとかもうそのまま海入っちゃった、川入っちゃった全然 OK と思うんで。それとこちら分かりますかね、こう中に前面メッシュライナーがついてるんですけど、中のメッシュが全然締め付けがないので、履いててもこうゴワゴワするとか違和感があるっていうのは全くないので、逆にこの汗かいた時にこの素材自体が肌につかない、このメッシュがあることによって非常に快適に履けるっていうことで、その辺もやっぱりしっかりしてこな、さすがグラミチやなっていうところですね。こちらの、シンプルな、無地の方、こちらはブラックに、白のステッチが入って、結構シンプルなんですけど結構目立つ感じになってます。でこちらはちょっとミリタリーっぽい感じの柄になるんですが、こちらは全面入ってるちょっと派手めな柄なんですけど、使ってる色は落ち着いた色なので、結構使いやすいかなっていうところですね。ということで、もうね、夏も目の前ですし、こういったパンツ、めちゃくちゃ使いやすいと思うので、川とか海よく行く方であればすごくおすすめしたいパンツかなと思いますし、もちろん普段履きでもさっき僕言った軽さとこの素材感が抜群にいいので、本当に暑い時にめちゃくちゃ快適に履けるパンツになってます。なので個人的にはかなりおすすめのこのグラミチのドリフトスイムショートパンツ、ぜひぜひよかったらチェックしてみてください。お願いします。
またうちのオリジナルサイトの方でも、もちろん、詳しく紹介させてもらってますし、店頭来ていただければ、ご試着可能となってます。ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。それでは本日も、弁天町にありますプロトコル大阪にお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、森田の今週の映画になります。お願いします。今回はネットフリックスで5月24日にもう配信されたばっかりの、ネットフリックスオリジナルの、新作映画になります。アトラス、これは久しぶりに僕も見たんですけど、ジェニファー・ロペスが主演で、バリバリの SF になるんですが、まあそう簡単に言うと、ちょっと未来の話で AI 技術が発達して、AI ロボが当たり前のような、時代設定で、ある時 AI が、まあ、自我に目覚めて人間に対して反乱を起こして、そこから、話は進んでいくっていう展開なんですけど、まあもう本当に何回も見たことある、何回も聞いたことあるようなストーリーではあるんですけど、今回面白いのが、まあちょっと人が乗る、なんていうんですかね、ロボットじゃないけど、小型の、そういう人が操縦するその宇宙で活動できる、まあロボなんですけど、 AI が入ってるそのロボとの、そのジェニファー・ロペス、主演のジェニファー・ロペスとの、バディモノ、バディモノっていうのは、まあ昔からよくあるんですけど、まあかなり古いので言えばエディ・マーフィーの48時間とか、最近で言うとメインブラックとか、ああいったコンビモノ、コンビで進んでいって、最初はまあ仲違いするんやけど、まあだんだんとこう友情を深めてというか、お互いをまあ認め合って、進んでいくっていう話っていうのは、もうものすごいたくさんの種類あるんですけど、今回はその AI ロボットと、まあ、人間のそういうバディもの、最初はちょっとジェニファー・ロペス自身は、まあ、ある過去があって、非常にその AI を忌み嫌ってる、人間でして、まあ当然最初はうまくいかないんですけど、生きていくためというか、進んでいくためには協力していかなきゃいけないということの展開で、バディモノによくある展開でもあります。話自体はだから非常に新鮮味はないんですけど、そのやっぱり未来の世界とか、そのロボだったりとか、敵対する AI のそのデザインだったりとかっていうのが、やっぱり非常に SF 好きとしては面白いそのギミックであったりとか、武器であったりとか、その AI のロボ自体もすごくかっこいいんで、その辺は非常に必見かなというところで、でやっぱりバックにネットフリックスがついてるだけあって、多分かなり潤沢な予算をもうバリバリ使ってる感じはすごくするので、まあ、見ていて非常に贅沢な SF という印象ですね。なので話自体は新鮮味はないんですけど、視覚効果で非常に面白みがありますし、ほぼほぼ全部 CG ではあるんですけど、非常に技術の高い CG でありますから、見ていて本当に頭空っぽにして見れる作品としては、すごく、まあ、大作、まあ、こんなものが本当に月額ちょっとで見れるネットフリックスはやっぱりすごいなっていうところがあって、まあちょっと楽しみにしてただけあって、なかなか面白かったんで、ぜひよかったら見てみてください。今回はアトラスでした。